こんにちは、売アカデミー堀ひとよです。今日はたくさん売れる商品は値下がりしやすいというお話です。1000円リムジンバス。3000円が3分の1に値下がりと。これは需要が多ければ価格は3分の1でも成り立つ。成り立つというかね、まあ、成り立たせてるんでしょうけどね。運転手さん大変そうだなと思いました。荷物の上げ下ろしもやってね。もっといい。今 ね、日本にいる間に住んでいる埼玉県だと、まあ、リブジンバスというのは、もう駅までで3100円という選択肢しかないです。まあ、ところが、ねえー、都内の方だと、今、銀座だの東京駅はね、もう1000円になっちゃってるんですね。えー、しかも、まあ、3000円だとまあホテルまで行く。で、えー、駅、東京駅、あるいは、ね、銀座駅から出てる、えー バスだと1000円で行ってしまうまあ、1000円う円かよとね、えー、試しに乗ってみたんですけど何ら不都合はないというか、まあ、むしろね安くて頻繁に出てるんで、まあ、時刻も詰まってるんでね、えー、適当に行きゃ乗れると予約不要ですき家橋行きゃ乗れるというのでね、まあ、むしろすんげえ便利じゃんと思いました。 まあところが残念ながらね、えー、埼玉だの、えー、神奈川だと、ここまで需要がないんで、こういう、えー、バスはない、ね。すごいですよね、えー。この何種類もある。ザ・アクセス・成田1000円、ね。で、同じところを、えー、走ってる京成バスの、えー、東京リムジン、えー、じゃない、東京シャトル、ね、1000円。で、もともと3000円だったね、東京リムジンまで、えー、もう、 やられななしはしはょょうううがいいということこんでしょうかね東京シティエアターミナル、まあ、水天宮のところから、えー、7時以降夜7時以降は1000円で走らせてると。まあ、都内のね、えー、銀座東京周辺の需要の多いところだと、まあ、1000円という価格の、えー、このバスが当たり前というふうになってまて、まあ、すごい成田に行くには便利になってますね。でまあ、旅行そのものはね、えー まあ、たまにしか行かないでしょうし、まあ、あんまり全く行かない方もいるんで、関係ないんですけど、まあ、アマゾンで物を売ってても、これ同じです。ね。たまにね、サポートを受けようか受けないか迷ってる人の質問で、売れる商品はね、見つけたんですけど、えー、儲かりません、ね。値段が飽和していくんです。というようなね、相談を受けることがあるんですけど、まあ、目立って売れてる商品はね、えみんながやるんですよ。需要が多いと。 それを、まあ、段ボール、何箱で送ってる、まあ、私たちみたいな副業組。あるいは、たくさん売れるからね、ガツンと行こうというコンテナごとを送るようなね、本業組とか、あるいは企業、なんかとバッティングすれば、ね、企業というかもう、アマゾンとものバッティングしてきますよね。たくさん売れてる商品見つけたのにね、えー、何度か入れてるうちに値段が落ちてきちゃったとか、あるいはね、 アマゾンが相乗りしてきて全然売れなくなっちゃったっていうのを聞くんですけど、その商品見てればね、いやそうなるの、わ、えー、かりきってるのになというのが多いです。えー、これね、まあ、基本中の基本だと思うんでね、えーまあ、特にわ、ねえー、かりやすい、わかりやすいとか、えー、本人もそういえば動画にもあんまり言ってなかったんですけど、もしかしたらね、 もしかしたらというか、転売初心者の方とか、ビジネスやったことない人にはね、基本じゃなかったみたいなんで、改めて、えーまあ、言っておくと、たくさん売れるものは値段が下がります。ね大量に売れば、えー、それは薄いで幅でも再三合うというのでね、えー、参入してくる人もいますし、例えば、 えー、ダンボール箱単位で送ってて、あんまり儲かんない、あるいは赤字の商品もね、コンテナで送れば黒字になるとか、あるいはコンテナで送ってね、利アは薄くても、まあ、消費税の戻りを考えれば利益になるとかいう形でね、えー、大量な商品になってくると、参入者も多いんでね、まあ、自分たちと同じようにダンボール単位で送ってる人と、えー、競合するだけじゃないというのを考えると、まあ、それはあの大量に売れて目立つ商品はね、 えー、すぐ値下がりするのは当たり前。まあ、こんな値段でどうやって儲けてんのかなという商品でもね、えー、例えばお金が余ってて、まあ、利益ゼロでやり取りしても、ね、消費税還付8%くれば利益8%ですからね、えー、まあ、輸出で8%っていうのは利幅低いですけど、まあ、逆に、えー、日本国内で商売やってる人にとっちゃね、利益8%っていや、すごいいいじゃんという形に感じる人もいます。だから、 まあそういう人とバッティングする商品を扱ってもしょうがないと。ねえー、もうちょっとボリュームのちっちゃい、あるいは面倒くさいところで、えー、リハーバー取れる商品見つけないと、たくさん売れて目立つ商品は、えー、値下がりして当たり前、値下がり早いのは当たり前です。でまあ、ただこの応用編でね、アメリカはそんなふうな状況なんですけど、オーストラリアについて言えば、まだ参入者少ないんでね、アメリカではすでに飽和している商品、これを探してオーストラリアで売ると。 ねまあ、いずれは飽和するんでしょうけど、まあ、それまでの間ね、えー、結構儲けることができるんで、まあ、一番、まあ、簡単に見つける方法かなと、ねえー、こう言葉で言ってなるほどねとやって実行しやすい方法は、えー、アメリカですでに飽和している商品、これをオーストラリア、アマゾンに入れると、ね、いずれは、えー、飽和するでしょうけど、それまでの間、数ヶ月か、半年か、あるいは数年間、 儲、えー、けることができるんで、まあ、これは、えー、分かりやすくていいかなという形です。まあ、そんな形でね、えー、需要と供給、えー、需要が多ければ供給者も増えるという,、ね、いうのが、まあ、商売の、商売のとか価格の決まり方の当たり前の原則なんでね、たくさん売れる商品は値、ね、下がりも早いというのを覚えておいてください。ただ、オーストラリア自体が、ねえー、需要がそんなでかくないんで、えー、でかいところはなかなか参入しにくい。 ということでね、えー、アメリカだとたくさん売れるから、えー、飽和している商品も、まあオーストラリア市場にはね、えー、攻め込んでもしょうがないとか、あるいはね、コンテナ1個分オーストラリアに持ってくのしんどいから、オーストラリア参入しないというような大手もいますんでね、えー、まだまだ、えー、アメリカでダメな商品もオーストラリアは稼げるという商品ありますんでね、まずはそこから探して納品すると、えー、売れて、えー、なるほど儲かるというのをね、えー、実感できるかなと思います。また、 運,営を運用方法とかね、商品特性とか分からなかったらまたご質問ください。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。